皆さんこんにちはレック専任講師で弁護士の田中雅人ですこの動画ではですねこれから配信されるスマホで司法試験 S 式入門講座のガイダンスということでこのスマホの講座の内容であったりとかそれから具体的にどのような形で進めていくのかそれから受講の方法などといったとりあえずその触りにあたる部分ということでガイダンスで説明させていただこうと思っております。 この S 式入門講座は司法試験の受験生向けという講座になっていますのでこれからですね司法試験に向けて予備試験の受験であったりとか法科大学院の機種者試験そのような司法試験に向けて勉強を開始される方向けの入門講座ということになります。 内容としては、もう学習の初学者向けということになります。これから初めて勉強していく方が、まあ、勉強の取っかかりとして、ですねスマホを使って基本科目、司法試験で問われる7科目、憲法、民法、それから刑法、商法、行政法、民事訴訟法、刑事訴訟法、この7科目について横断的に入門事項を習得していくという講座になっています。 でこのスマホで司法試験ということですからこちらのはスマートフォンで完結するという形の講座になっています。ですので6本を手元に置いたりとかもしくは紙のテキストこちら、ね、別途、ね、紙のテキストオプションでありますけれども基本的には紙のテキストがなくともスマホで視聴いただければその中で学習が完結していくという形になっています。具体体体的にににははどののよううななな形るるかというとといい詳しく験験動動画画ですね体験動画の方をねご覧になっていただけるとイメージが湧く と思うんですが、まあこのような形で背景にテキストが映ります。こちら今ですね、背景はこのスマホの。 S, S, 式ね、S 式のホームページということになっていますけれどもこちらの後ろのところにテキストという形で写っていますでこのテキストを背景に私の方でそこでの重要事項であったりとか、まあ、試験で問われるポイントというものを説明していくという内容になりますですので、まあ、今私ここに写ってますけれども、まあ、講座の中ではまあ適宜、まあ、こんな形で消える感じにもなったりします後ろにテキストがありますので、まあ、読めねいよということもありますからその時には実際にテキストを実際に 読むことが中心になる場合には、まあ、こういう形で姿を隠してでまた必要に応じては戻ってくるという形でこの仮面の中でも一括してこの解説動画とそれからテキストが一緒にあるという形になっています。で具体的にはですね大体いい時間数としては一つのユニットで15分前後で完結するように解説をしています。一つ一つトピックがあったらその一つのトピックについて15分前後ということですね。多少内容によっては 前後すすることもあります比較的解説の方がコンパクトにまとまるところは15分に満たないこともありますし重要事項であってまとめて学習した方が効率がいいところについては15分を少し超過することもありますが基本的な基準時間として15分というのを設定しています。ですのでこの S 式の場合ですとなかなか学習するにあたって腰を据えて時間を、ね、長時間使って勉強するっていうのが大変な場合であれば空いてる時間ですね。電車の移動時間であった りとか、まあ、隙間時間を使っていただいて、まあ、1つユニットを視聴していくでそれを1つ1つ積み重ねていく中で7法のね基本的な内容を完結していくという内容になっていますではですね具体的にどのぐらいの時間数なのかということですがまあねスマホで簡単に見れると言ってもじゃあ実際それで合格レベルに達するだけのね内容が入っているのかというところやっぱり気になるところだと思いますがこれは基礎編完成編 えー、二つあります基礎編はその本当に法律の初学者の方がその法律科目の全体像をつかんだ上でかつ、えー、その法律で問われるような担当式試験論文式試験問われるような基礎事項をしっかり入れていくという内容が基礎編になります。で完成編というのはその基礎編の内容を前提として、まあ、論文式試験で問われるところをしっかりと事例問題の形式にも対応できるようにその論じていく、えー、重要な判例があればその重要な判例の射程であったりとか事案の 事例であったりとか、まあ、そのようなところも意識しながら、まあ、解説をしていくという内容で、まあ、基礎編がどちらかというとその基礎事項をしっかりと固めていくで完成編というのはその基礎事項から論文対策で使える知識に、まあ、高めていくという、まあ、2つの、えー パートに分かれるわけですがその2つのパート合計で7科目全て合わせて300時間の講座、えー、時間となっています、えー、これはですね通常のレックで扱っている入門講座の総時間と、えー、ほぼ同じですレックでの入門講座というのは、えー、全部で321時間なんですね入門講座としてで、この321時間と同じ程度の時間数がこの S 式入門講座の中では入っているということになります ですので、まあ、時間数としては十分ということになりますので、その予備試験、予備試験、法科大学院試験に向けて、これで知識が足りないということは。まあ、もちろん、あの、問題演習を積むということはね、必要になりますけれども、そこは心配いらないのかなというところです。で、その上でですね、じゃ、どのようなテキストを使っていくのかということですが、やはり実践的に試験にね、対策として使えるようにということが、やっぱり大きいところがありますので、基礎編は。 論文式の試験で使っね。えば、ーまあ、レックの方では2年目講座という形で論文対策の講座があるわけですがその論文対策の講座の中で、まあ、いわゆる副教材として使っているものを、えー、初学者の方向けに、えー、説明していくという内容になります。 ですので、まあ、実際に論文式の受験生の方が手元に残るテキストでそのテキストに沿った形で解説をしていくということになりますのでその意味では知識にまあ漏れがないようにというその網羅性というのが担保されているわけです。で完成編の方はです、ね、私が入門講座の方で使っている最重要項目チェックシート こちらはもう論文対策に特化した形ですね論文対策に特化した形でその重要事項それからその使い方というものをまとめた教材がありましてでそちらのチェックシートをスライドとして写しながらそのチェックシートの中で論文で問われるポイントであったりとか押さえるべき 規範であったりとか、まあ、そういったたりりとととかそうういいいものを、えー、解説していくということになりますですので基礎編のテキストでこちらも論文対策のテキストってあれ論文対策の講座のテキストとは言ってますがあくまでもその講座の副教材として使っていたものになりますから、えー、その内容自体は、まあ、初学者の方でもしっかりと、えー、理解できるものですし、えー、講座の中でもその部分を初学者の方に向けて、えー、しっかりと噛み砕いた形で説明していくというのが基礎編になりますのでまだ学習を始めてね、えー、間もなかったりこれから学習を始めようと という方も、あのそのテキストの難易度というものはあの全然心配しなくて大丈夫です。で、このようにですね、えー、ま300時間にわたって解説をしていくということになりますが、その具体的な受講の仕方については、もうとにかくあの空いている時間で見ていただく。 ということになります、えー。空いてる時間を使って見ていただいて、で見て、そしてまあ講座が終わってから、まあ、復習という形で、まあ、問題演習をしていくっていう形が多くなると思います。えー、担当式試験の問題であれば、まあ、担当の過去問をその 具体的に扱った内容に即してですね、えー、今日は代理の勉強をしたということであればそれを担当式の問題を解いてみたりとかもしくはその論文の問題ですよね、えー、具体的な論文の問題に挑戦していくという形で、まあ、スマホではあくまでもインプットということですね、えー、スマホの講座の中ではインプットをしていただいてでアウトプットという形で、まあ、ご自身で問題集を使ってどんどん進めていただくという形で、えー、この講座というのは想定されています、えー、ですので、えーまあ、この講座にまあ向いている方というかね、えーまあ 受講するにあたっておすすめな方というのはとにかくインプットを早く終わらせちゃいたいという方がまず1つですね。インプット段階で時間を取られるのではなくてできるだけアウトプットに移って問題を解きたいという場合であればこのスマホの講座を使っていただいてそれでできるだけ早くインプットを回すそういう方ですね。とあとはこれから初めて学習をされる方で実際に入門講座通常の予備校の入門講座に比べれば非常に まあ安価な価なな格になっていますので、えー、そうするとまあいきなり、ね、予備校の講座を申し込むのはちょっとあの大変かなとまずはどういうものか、えー、司法試験の勉強がどういうものかっていうのをまず、えー、一応の体験をしてみたいという方ですねその取っかかりとして、えー、入門講座この S 式の入門講座を使ってみたいという方、えー、それとですねあとは1回学習をしたんだけれども少しまあブランクがあってまずちょっともう1回そこを再構築したいという方は、まあ、できるだけ早くですね、えー、もう1回やったことをも もう一度再確認するという意味でこの入門講座の受講というのは向いていると思います。 ででこの講座自体ですね、えー、とにかく空いてる時間を使って、えー、どんどん進めていくという講座になりますので、まあ、その予備試験司法試験、えー、それから法、まあ、予備試験法科大学院試験ですね、まあ、司法試験の前の段階の一つのステップということになりますが、まあ、予備試験、えー、法科大学院試験自体は、まあ、しっかりとね、えーまあ、時間をかけて、えー、学習を進めていけばですね、えー、それの合格っていうのはしっかり見えてくる試験ということになりますので、まあ、そのための一番最初のステージとしてね、えー、その最初の一歩 としてこの S 式入門講座をまご利用いただければと思っております詳しく動画ですねこの学習内容については体験動画ということで基礎編完成編ともにありますのでまそちらの方も合わせて参考にしていただければと思いますそれでは S 式入門講座のガイダンスは以上といたします